全国のご主人人の皆さん、こんにちは。えのきジョージです。これ、見えます？これね、えのきジョージが、デザインした T シャツなんですけどね、これ、立った方がいいかな。これね、ちょうどね、今日届いたので、もう着てみちゃいました。どうですか、これ。もういつかね、商品化したいなと思ってるんですよね。どうです？いやー、でもね、最近、すごい暑くなってきたと思いませんか？もうこんなに暑いと、熱中症とかね、これは気をつけないとダメですよね。もう今ね、自粛生活が結構長いじゃないですか。これでね、運動不足になったりとかすると、またね、この熱中症結構きつくなるんですよ。えのきジョージ、結構ね、もう運動不足すぎちゃって、もうこれね、おうちトレーニングもちゃんと力入れないとダメですよね。まあ、まだね、自粛は続きますから、まあ、解除された地域もね、ちゃんとね、気をつけないとダメですよね。まだね、第2波の、この波を少しでも、少なくしていかないといけませんからね。それと、これから訪れるこのね、暑さ。これもね、ちょっと、頑張って、耐え抜いていかないといけませんよね。体力つけて、この夏も乗り越えなきゃいけませんね。早く神社仏閣巡りたいな。さて、今回はですね、タイトル、サムネイルを見てわかるようにですね、今回は、東京都の神社の御朱印のご紹介をさせていただきます。現在、えのきが持っている東京都の御朱印。これね、だいたい60箇所ぐらい。これをですね、全部見せちゃいたいと思います。えのきジョージの開運ぐるぐるチューブ。どうも、アマテラスです。ここでは、えのきジョージが日本神話、皆さんが大好きな神社仏閣、そして、御朱印のご紹介などをしています。最後までお楽しみください。現在日本全国にはおよそ8万8000社ほどの神社があるって知ってました？そのうち神職が管理している神社は1万社から2万社だと言われています。東京都には1886社、その中で御朱印を頒布している神社は一体何社ぐらいあるんでしょうね。ということで、えのきジョージが持っている東京都の御朱印、まずは世田谷区から行きましょうか。8箇所の神社でいただきました。世田谷八幡宮、松陰神社、北沢八幡神社、駒止八幡神社、六所神社、桜神宮、勝利八幡神社。この世田谷区でおすすめしたいのが、やっぱりえのきの生まれ育った地元の神社、太子堂八幡神社の御朱印です。このところは行けていないんですがね、毎月月替わりの御朱印が可愛らしい絵のスタンプが押されていて、とても人気があるんですよね。色鮮やかでしょう。ここには絵の木が描いた絵馬もありますから、よかったら探してみてくださいね。いやー、本当に色鮮やか。杉並区、4カ所の神社でいただきました。阿佐ヶ谷神明宮、高円寺氷川神社、大宮八幡宮。えのきがおすすめしたい杉並区の神社は猿田彦神社。この神社のご祭神である猿田彦の神って導きの神様なんですけれども、えのきジョージが大好きな神様なんですよね。ここは大道教の神社で、もう一つの御朱印は天孫ニニギノミコトのお名前が書かれています。品川区、7箇所の神社でいただきました。品川神社、旗ヶ丘八幡神社、木地神社、木舟神社、戸越八幡神社、生き神社。えのきをおすすめしたい品川区の神社の御朱印は上神明天祖神社。ここは初めて行った時から魅了されてしまい、何度も通っている神社です。御朱印も華やかでいいですよね。数種類あって、弁天様の御朱印はお気に入りです。
渋谷区7カ所の神社でいただきました。東郷神社、金王八幡宮、渋谷氷川神社、代々木八幡宮、穏田神社、平田神社。えのきをおすすめしたい渋谷区の神社の御朱印はやっぱり明治神宮。ここは日本で一番大きい敷地面積を持つ神社なんですよね。知ってました？御朱印もシンプルでいいですよね。新宿区6カ所の神社でいただきました。夫婦木神社、赤城神社、菅神社、福戸八幡神社、花園神社。えのきがおすすめしたい新宿区の神社の御朱印は穴八幡宮。この黒と金を基調とした社殿が渋くてかっこいいんですよね。そして何よりあちこちと見どころ満載、実に境内が美しいんです。一応来福と書かれたこの御朱印、今の世の中にはこの一応来福という言葉が心の言葉ですよね。港区5カ所の神社でいただきました。芝大神宮、芝東照宮、愛宕神社、出雲大社東京分祠。えのきがおすすめしたい港区の神社の御朱印は烏森神社。ここの鳥居はとても不思議な形をしているんですよね。コンクリート造りのとても近代的な神社なんですが、その始まりは平安時代、1000年以上前です。ここの御朱印はとても色鮮やかで、とにかく人気があるんですよね。北区2カ所の神社でいただきました。滝野川八幡神社と赤羽八幡神社、どちらもおすすめではありますが、赤羽八幡神社の御朱印はこの無限大の八の字がいいですね。滝野川八幡神社のこの V の字も人気があります。ちなみに赤羽八幡神社は新幹線がシャチの下をくぐるような形で走っていることでも知られており、赤羽八幡神社といえば関ジャニ∞の聖地、8神社とも言われてるんですよね。千代田区4カ所の神社でいただきました。靖国神社、福戸神社、神田神社。えのきがおすすめしたい千代田区の神社の御朱印は東京大神宮、東京のお伊勢さん。境内も美しく、社殿も実に見事です。縁結びの御利益があるとしてとても人気があるんですよね。御朱印もとても字がしなやかな感じでいいですよね。台東区5カ所の神社でいただきました。上野公園内にある五条天神社、花園稲荷神社、上野東照宮、そして浅草寺の隣に鎮座する浅草神社。えのきがおすすめしたい台東区の神社の御朱印は今戸神社。ここは都内屈指の恋愛成就の御利益があると言われているんですよね。招き猫発祥の神社とも言われています。御朱印帳が可愛いですね。これが御朱印、これもまた素敵な御朱印ですよね。中央区3カ所の神社でいただきました。小網神社、末広神社。えのきがおすすめしたい中央区の神社の御朱印は水天宮です。現在はとても近代的な境内、ここは子宝安産の御利益があると言われているので常に幸せな空気を感じるんですよね。御朱印はこちら、こちらも数種類あってどれもいいですよね。この水天宮の道を挟んだ向かいの方には美味しい人形焼きのお店があるんですよ。
また行きたいな。墨田区2箇所の神社でいただきました。江島杉山神社、そして高木神社。そういえばこの高木神社、アニメとコラボしていてとても人気があるんですよね。またスカイツリーも望める位置にあり、この紫色の社殿も美しいんです。御朱印もとてもいいですよね。結構気に入っています。中野区2箇所の神社でいただきました。中野氷川神社と、そして大和町八幡神社。この大和町八幡神社のシャチがですね、参道口から社殿まで結構長く、参道の脇には保育園があり、常に子供たちの声がにぎやかで元気がもらえます。こういうシンプルな御朱印もいいですよね。ここからは各地一社ずつが続きます。板橋区熊野神社。都心の高速道路を見上げる位置に鎮座しているんですが、境内に入るととても落ち着く雰囲気のある神社なんですよね。御朱印はこちら。最近ではアマビエの御朱印も始めたそうです。江東区猿江神社。ここの御朱印はとても気に入っているんですよ。ここはもともと平安時代の武士猿の塔太を祀る神社でした。なので可愛いお猿さんの絵が素敵ですよね。境内にも愛くるしいお猿さんの石像があります。足立区島根和紙神社。ここには藤塚や吉宗公が腰掛けたと言われている石があったりと、社殿の周りにはいろんなものが祀られている。こちらが御朱印。素敵な御朱印ですね。こちらでは他の神社も兼務されていて、その神社の御朱印もいただけます。国立市野母天満宮。ここは境内にたくさんの鶏が放し飼いになっているんですよ。コケコッコーってな感じでね、とても賑やかなんです。そして下り宮という鳥居をくぐってから石段を下ったところに社殿があるという珍しい形式の神社なんですよね。御朱印がこちら。この御朱印もいいですよね。お気に入りです。八王子市小安神社。白い鳥居と神池が美しく、主祭神の安産の神、この花咲夜姫の御事が祀られているが、境内奥には水子の神として昼子の御事を祀っている。そして神池のところには厳島の神、厳島姫の御事が祀られている。ここは神様がたくさんおられるんですね。御朱印がこちらです。これもまたシンプルでいいですね。境内にある琴平神社の御朱印もいただけます。昭島市拝島日吉神社。拝む島と書いて拝島。この地名だけでもなんだかありがたいですよね。神仏集合の名残を見せるこちらでは、境内に大日堂や仁王門があります。そしてなんといってもここの人気の御朱印、色鮮やかで素敵ですよね。都内の人気御朱印ランキングでも上位の御朱印なんです。府中市大国玉神社。ここの暗闇祭りはとても有名ですよね。えのきも何度か行ったことがあります。境内も広くとても美しく整備されています。御朱印はとてもシンプルで細字でしなやかな感じがいいですよね。日野市八坂神社。このダイナミックな御朱印、実に素晴らしいですよね。ここは新選組のふるさとと言われている神社で、御朱印にも新選組の旗印であるだんだら模様が、この赤いのもいいですね。さあいよいよ最後は町田市、町田天満宮と菅原神社。御朱印はこの2社分いただきました。町田天満宮と菅原神社、どちらも学問の神様である菅原道真公を祀る天神社です。町田市には
増田三天神と呼ばれるもう一社があり、南大谷天神社というのがあります。ここの御朱印は菅原神社でいただけるようですね。まだいただいていないので、そのうちいただきに行かないと。以上です。皆さんの持っている御朱印はありましたか？ぐるるるバーン、いかがだったでしょうか？たくさん巡りましたよ。東京都の16区、それと、7つの市を巡ったんですけれどもね、神社はだいたい60箇所ぐらい。いやー、まあそれでもね、まだ回ってないところもたくさんあるので、練馬区と、荒川区、それから葛飾区と江戸川区と、大田区と、文京区と豊島区、それからね、市町村とか郡、それから島とかね、これ合わせるとね、もうかなりね、東京都って広いんですよね。いや、これで、ね、全部回るのちょっと大変かもしれないですけれども、まあできるだけね、これ全部巡って、皆さんにね、できるだけね、ご紹介したいなと思ってるんですけれどもね、全部は無理ですかね。それでもね、やっぱり少しでも多く巡って、皆さんにご紹介できればなと思っております。で、前々回のアマビエの動画の時にですね、みなきチャンネルというのを紹介させてもらったじゃないですか。そしたらね、あちらのみなきちゃんのチャンネルの方でもまたね、この江戸木ジョージの動画に出ましたっていうことで紹介してくれたんですよ。いやー、嬉しいですよね。こんな感じなんですけどね。今日は皆さんにご紹介したい YouTuber さんがいます。この方はこちらの人。嬉しいなー、本当にね。いやーね、こうやってね、紹介してもらえるって本当嬉しいですよね。こんな感じにご紹介してもらったんですけれども、いや、皆さんにはね、フルサイズで見ていただきたいなと思いますので、説明欄の方に、みなきちゃんのチャンネルの方をね、URL 載せておきますので、ぜひそこからアクセスして、みなきちゃんのチャンネル見に行ってください。そしてね、グッドボタンと、チャンネル登録の方ね、ぜひやってあげてください。いや、本当にね、テンポも良くて、面白いチャンネルですから、いや、本当に、こんな風に紹介してもらえるのって嬉しいですよね。誰かね、よかったら、皆さんのチャンネルの方でも、チャンネル持ってる方は、江戸木ジョージの紹介してくれたら嬉しいな、なんてね。というわけで、今回はですね、江戸木ジョージが持っている東京都の御朱印のご紹介をさせていただきました。また、そのうちね、別の県の、御朱印のご紹介もね、やりたいと思っております。あと、それからね、だいぶ、世の中は、感染がだいぶ落ち着いてきたなっていう感じでね、気を緩めずに、急にね、あちこち出かけたりとかしないで、自粛の方ね、まあ完全に自粛しろとは言いませんけれども、もうなるべく、あちこち行かないように、それから気をつけるということをね、心がけていきましょう。実際、まだまだ気が抜けないというのがね、現実です。この動画の他にも、たくさんの神社仏閣のご紹介、そして、御朱印のご紹介をしております。最近ではね、日本神話などもね、語らせていただいております。よかったら別の動画も見てくださいね。それでは次回も、また元気でお会いいたしましょう。ぐるるる、バーン！最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。